い、皆さんどうも、橋本でございます。長らくお送りしてきましたチャイコフスキー交響曲第2番、今日で最後の解説動画となりました。第4楽章5回目652小節目から残り全部を解説していきます。652小節目からプレスとテンポが非常に速くなっていきます。で、表紙は4分の2拍子となっているんですけれども、4分単位では振れませんので、もう大きな1つ振りで2分単位で振るというふうに考えていただきたいと思います。平均的なテンポで最初の4小節間を弾きますと、これぐらいのテンポというふうに考えていただきたいと思います。で、ここからはポジションを説明していきます。最初の2小節間はハーフポジションでまとめて取ります。で、次の D は先ほどアーセンで押さえて取ったんですけれども、開放を使っていただいても構いません。こちらで取っていただいても構いません。で、656小節目から2小節間はハーフポジションと第1ポジションでまとめて取ります。 A ディスを2-1で、第1ポジションでジスとアを4-1と取ります。で、次からポジションは変えずに F を2で取った後、 D は開放で、 G は押さえても開放を使っていただいても構いません。続いて660小節目から5小節間のポジションを説明していきます。最初の正ハは第2第3の中間ポジションで2-1と取ります。で、661小節目から2小節間を第3第4の中間ポジションでまとめて取ります。 A とハを D 線に跳躍して4-2と取ります。で、ここからポジションを変えずに G 線に移って、次の D 地図を2-1と取ります。もう一度弾きます。この2小節間をまとめて取っていただきたいと思います。で、663小節目から2小節間も同じ要領で取りますので、第5ポジションを使います。正とハを D 線で4-2で、ポジションを変えずに A とディスを G 線に移って2-1とまとめて取っていただきたいと思います。660小節目から5小節間をゆっくり通していきます。ここはこのように取っていただきたいと思います。で、665小節目から7小節間のポジションは特殊な形が要求されますので、ここは近いアングルからご覧いただきます。はい、それでは改めて665小節目からのポジションを説明していきます。最初のチスから親指を使いまして、チスを D 線で取ります。で、次の R は G 線に移って2で取ります。ここまでよろしいでしょうか。で、 R のこの2は押さえっぱなしにしたまま F を D 線に移って3で取ります。で、次の D は親指、これはもう軽く触れるだけになりますので無理に押さえる必要はありません。で、次の A は D 線のままで1で取ります。この時に A も押さえっぱなしにしたまま G 線に移って R を再び2で取った後、 F を再び D 線に戻って3で取ります。で、したがってこの A の人差し指で、 R の中指で、 F で薬指で取りますので、この3つの指で三角形を作るというイメージで取ると取りやすくなります。ゆっくり弾きますと、最後の D、G は両方とも親指で軽く触れるだけで取れますので、ここも無理に押さえる必要はありません。もう一度最初から通していきますと、親指ポジションがどうしても使えないという方のための救済ポジションを説明していきます。最初のチスをゲーセンで1で取ります。で、次の R がポイントなんですけれども、普段チューニングで使用しているフラジオレットの R を使います。で、2で軽く触れて鳴らします。で、 F を第5ポジションでゲーセンで4で取った後、 D から第4ポジションを使います。1で取った後 A を4で、 R を再び D 線に戻して、で、1で軽く触れて取っていただきたいと思います。それ以降も同じ要領で F を4で、 D を1で、 A を第4ポジションで4で、ポジションは変えずに D 線に移って R を1で軽く触れます。最後は G 線1本で F を4で、 D を1、 G は第6ポジションで3、このように取っていただいても構いません。もう一度最初からゆっくり通していきますと、どうしても親指ポジションが使えない方はこの救済ポジションを使っていただいても構いません。最後に今説明したところまでゆっくりしたテンポで通して演奏するんですけれども、672小節目から691小節目まで丸ごと同じ形が続きますので、ここを使って通して演奏します。
ハーフポジションから第2ポジションの中心に取っていただければ問題ないと思います。でボーイングは最初ダウンが入って弓順で弾いた後、717小節目は2拍目からの入りになりますので、アップから入っての弓順、同じく721小節目もアップから入っての弓順で弾くようにしてください。同じく721小節目、その先757小節目と761小節目も同様に2拍目からの入りになりますので、ダウンから入っての弓順で弾くようにしてください。平均的なテンポで692小節目から756小節目まで通して演奏します。アップから入っての弓順で弾いていただきたいと思います。でその先789小節目から3小節間の弦の台の伸ばしはテンポが非常に速いので替え弓をする必要はありません。もうアップ1弓で弾いていただきたいと思います。ここから834小節目まで通して演奏します。8小節間の手が続くんですけれども、ここはアップから入っての弓順で弾くようにしてください。最後はいずれもダウンとなります。で最後のフェルマータのタイムの出しは指示によっても長さが変わりますので、長さに応じてダウン1読みか1回の回復してダウンアップかを決めていただきたいと思います。でご利用の方は最後の杖のみこのようにオクターブ下げて弾いていただいても構いません。はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。最後のプレストに入ってからも関門になりますのが親指ポジションを使った特殊なポジションになるんですけれども、どうしてもこの親指ポジションで弾けないという方は先ほど説明しました救済ポジションを使っていただいて構いませんが、一部のプロの先生方はこのフラジオレットで取ることを非常に嫌う方もおられますので、その方が親指ポジションを使ってパーを押さえて取るようにというふうに言われた場合はやむを得ないんですけれども、最初に説明しました親指ポジションを使って練習していただきたいと思います。特にテンポが速いのは第4楽章だけでなく第3楽章も同様になりますので、もう苦手な部分は必ずゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。まだ全編ご覧になってない方は再生リストの方から順次ご覧いただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。